日本が結んできたETA の数は14あるんですが、この全てにこの除外、関税撤廃の除外とかですね、扱いを 先送りするという再協議の規定が、あったわけです。で、TPP の国会決議も農産物の重要5品目に関して除外または再協議を求めるということなんですね。アメリカが結んだ FTA の中にもここに挙げている3例ありますけれども除外規定が、あるわけです。ところがTPP にはこれがないんですよね。関税撤廃はですから文字通り全ての品目になります。で、政府はどういう言い方をしているかというと、関税撤廃の例外を勝ち取ったという言い方をしているわけですが、この例外というのは、除外とは違うということをちょっと訴えたいんです。で、除外というのは、関税撤廃の、対象としないということですね。それで今後ともその関税撤廃や、関税削減の対象とならないこういう品目を作るということです。ヨーロッパなんかは特に予防原則に基づいてアメリカの農産品についてですね、遺伝子組み換えの作物はダメだとかですね、あるいはホルモン剤を使った牛肉というものは、ヨーロッパには輸出するなとこういったことをやってますけども、その考え方には予防原則があるわけです。これはいろんなですねグレーゾーンの問題がありますから、科学的にはっきり黒だというふうに言えなくてもですね、これはやはり厳しく規制しようとこういう考え方があるわけですが、この SPS の措置なんかを見ますとですね、これがもう効かなくなるというそういうことが読み取れるわけですね。私なんかはアメリカとヨーロッパとかの金融システムは日本の金融制度改革の中の議論をしたときにいろいろできた問題でありますけれども、やはりこの TPP によって、加盟国金融システムのアメリカ化を進めていくと、もしかしたら第二次金融証券ビッグバンのようなものを要求するんじゃないか、してくるんじゃないかというふうに思います。第一次というのは橋本内閣の時に、金融ビッグバンが行われました。で本当は第二次は小泉内閣の時にですね行われたもので、堀江貴文氏がですね、このいろいろなマネーゲームやるというふうなことがありました。そういうのをですねアメリカがやろうとしているんじゃないかというふうに思います。投資家と国との間の紛争解決の手続きを定めているのが ISDS 条項と言われているものです。で、特にですね何が特色なのかというと、投資家が自分の投資が守られていないなというふうに考えたときに、その投資家を受け入れ国の裁判所にですね、私の投資を守ってくださいという形で裁判を起こすのではなくて、国際的な仲裁庭というところに私の投資が国によって守られていないので保護してください、助けを求めることができるという仕組みです。で、この仲裁庭というものが非常に肝になっている。なぜかというと、先ほど言ったように裁判じゃないので、裁判所じゃないので裁判官いないんですね。じゃあ代わりに誰がいるのかというと仲裁人がいます。で、仲裁人というのはですね、大体弁護士であるとか学識経験者といった方が入るというふうに言われているんですけども、この弁護士というのは当然ですね、国際貿易であるとか投資に関して非常に詳しい経験を持っている、深い経験を持っている弁護士たちで構成されています。括弧2のところには非商業的援助の禁止、これは国有企業に限って特別な優遇金利で貸し出しをしたりとか赤字の時に補填したりとかこういうことはいけないと。で、しかもそれは多少の例外はあるんですけども、締約国も日本に例えば病院を持ったりとか鉄道地軸では外国の企業が買収をしようとした動きもありましたけども、こういったことに対して公平な競争条件を維持しなければいけないということが決められておりまして、どうしても潰すわけにいかない病院あるいは潰すわけにいかない鉄道、ここに特別な補助をやってはいけないよということが書かれております。結論から言うと、この地裁の中での著作権の結果というのはアメリカの勝利だというふうに思います。ここに書きましたけども、ですから一言で言えばですね、今後この著作権の時代の著作権に関しては、アメリカ化が TPP によって
一気にグローバルスタンダードになると、そういう結論になると思います。で、とりわけですね、日本にとっての危機というのはここに挙げましたが、著作権の保護期間が延長されますね。これ当初日本政府は、まあ、現行日本は50年ですね、著作者の死後50年、です、これ守りますと言ってたんですが、蓋を開けてみれば70年に延長というアメリカの提案を受け入れたという形。今皆様方ゼネリックという薬の体系がありまして、要は高い薬、先発薬を開発したんだけれども、ある程度時間が経つとですね、もうやり方も分かっているので真似して作らせてもらおうということで、ゼネリックが非常に流行っております。ところがですね、そうするとやはり高いお金を出して作った先発品のメーカーには損害を与えるということで、それはできるだけしたくないというようなこと、動きがあるわけですけれども、逆に言うとですね、例えばエイズの患者さんとか、難病の患者さんとかでもうそろそろいいだろうと、もう8年も前の薬だからいいだろうということで、特許を崩してもらって、ジェネリックを作るというようなことがあるわけですけれども、それに相反してですね、特許期間の延長制度、それから新薬のデータ保護期間に関わるルールの構築、それから特許臨検制度の3つの制度を導入するというようなことがあっております。安倍総理もですね、施政方針演説で同一労働同一賃金というのであれば TPP を批准する前に直ちに111号条約を批准してくださいということを言ったんです。で、そうでなければ批准すべきでないというのが正しい態度だと思います。そしてこれまでもそうだったんですけども、こういう貿易協定を使って途上国にだけそういう基準を押し付けて、解放を迫るような基準を作らせるやり方をしておきながら、先進国は知らんぷりみたいな、絶対許されない。その点でいうと、ベトナムはここに書きましたが、参加を見越してすでに87、90、80で基準してませんでしたけども、基準する方向で動いています。で、こういうことが途上国だけに押し付けられて、日本の残り2条約とかアメリカは6つも基準してないわけですから、そういう条約がないがしろにされるようであれば、これは TPP は全く全面的な国際労働基準の名を借りた貿易や投資の押し付けだというふうに言われるべきだというふうに思います。私も政府の発表を聞き、で去年の11月だったかな、アトランタで、まあ、一緒だったんですが、津田さんとで戻ってきて、でアメリカで、まあ、ニュージーランドが先だったんですが、5544ページ英文で公表されたんです。でところが日本は97ページの概要を出しただけ で、 でその後、今この前11月の2月の7日にもう1回出しましたが、それも2000ページ足らずです。であとは全部、まあ、英語なりフランス語なりメキシコ、スペイン語ですよね。日本は成分じゃないし、でそれをなんとかみんなで読み込んでみて、なんとか早く国民にその事実を知らせようじゃないかというところから始まったんですが、去年の11月からみんな集まってこう分析チームでいろいろ検討したんです。でその時私も本当にこれまでのものかと驚きましたね。ところが全く政府の説明と違う。